オーバーバイエルンのヴァルト・クライブルクに本社があるクライブルクホールディングは、60年以上前からゴム加工業界の世界市場リーダーに数えられています。グローバルに展開する企業として、クライブルクホールディングは世界中で1900人の従業員を雇用しています。世界規模で7つのメイン工場と11のブランチ工場、多数の営業拠点を持ち、約4億6000万ユーロの年間売上を達成しています。クライブルクホールディング内の独立した企業であるクライブルクリラステックゲーエンベーハーウンドカンパニー KG、 クライブルクリラステック有限合資会社はザクセン・アンハルト州のザルツベーデルに本社を置いています。営業とマーケティングはティットモーニングにあります。クライブルクリラステック、世界的な名声を博する企業。当社は DINISO9001 認証を受けて、遮音・防振や落下保護、馬飼育用男性床システム、建物保護、貨物固定、インドアおよびアウトドアスポーツフロア向け最終製品を生産しています。さまざまな表面形状加工、例えば波形断面や積層によって極めて広範囲な使用目的に対応できる製品バリエーションを生み出しています。クライブルクリラステックス社製のすべての製品は登録商標であり、独自に開発された製法によって生産され、 90% 以上リサイクル材料からなります。社独自の蔵留設備の中で、工業用ゴムの残り材料から年間6万トン以上の最高品質のゴム流が生まれます。クライブルクリラステックの製造サイクルの中では、実際全く廃棄物が出ません。すべての残り材料は例外なく再び製造サイクルの中に戻ります。これによりクライブルクリラステックは環境保護に大きく貢献しています。追加で必要となるゴム流の納品はトラックによって行われます。すでにここで最初の品質検査が行われます。古い分析により原料を製造サイクルの中に入れても良いかを決定します。ミキサーの中で製品仕様に合わせて様々な粒が混同されます。一つ下の階には最新のプレス機があり、粒の混合物から原料ベールをプレスします。原料ベールは硬化後、最新式のスライス機にかけられます。特殊バンドナイフがベールを必要な厚さにスライスします。その際生じるゴムロールは次の工程で製品要求やお客様の希望に合わせて切断されます。この高精度設備の中ではコンピュータ制御による切断が行われます。特殊品質管理システムが全体の生産工程を監視し記録します。どのロールやマットの生産プロセスも。クライブルクリラステックでは完全に追跡することができます。いわゆるユーロフレックスホールでは、落下保護プレートが全自動化されたロータリー機により製造されます。最新式のプレスラインの中でユーロフレックス落下保護プレートが全自動で量産されます。プレートはお客様の希望に合わせて様々な色や厚さで文字や数字、異なるモチーフをつけて、あるいはサウンドプレートとして製造することができます。製造後、プレートは工場側から一緒に納品される敷込み工事用コネクタシステムとともに梱包されます。クライブルクの品質管理はここでもまた全ての製品の完全な追跡可能性を確保しています。この妥協のない品質追求が当社の国際的な成功の決定的な要因です。絶え間ない品質監視が生産プロセスにおける変動を防ぎ、当社のお客様に常に高い品質を保証します。標準的な品質保証には引き裂き試験や HIC 測定、耐摩耗性試験、生力学的および動力学的材料特性試験が含まれます。さらにラボ検査により試験プロセスが完全なものになります。製品の出荷は国際的な運送会社によって行われます。世界規模で。ダムテックは遮音・防振のためにクライブルクリラステックが独自に開発した製品ラインです。ダムテック遮音下敷きは、あらゆる種類の床仕上げ材の下、モルタル下地の下、また木造張り天井の上に敷くことができます。ダムテック製品ラインの多数の製品がベルリンのドイツ建築技術研究所の一般建築監督に関する許可や CE マークをつけることができるモルタル下地した製品に関する欧州技術許可を有しています。ダムテック遮音下敷きは世界中で使用され高い評価を得ています。例としてはドーハのグランドハイアットやメルボルンのヒルトンホテルを挙げることができます。
ルフトハンザのトレーニング会議センターの建設では、振動絶縁のためにダムテックバイフラシリーズの弾性下敷きが使用されました。これにより高層階で認められるような不快な騒音が起きません。ダムテッククライブルクバラスト下マットは、路面電車や地下鉄、近郊鉄道、一般鉄道などの鉄道設備の下の保護、非干渉マットです。これはゼーシュタット、アーペルン、都市拡張地域におけるウィーン線の地下鉄プロジェクト U2 で使用されました。ユーロフレックス製品ラインアップには、遊び場や多目的スポーツ施設のための衝撃を干渉するフロアシステムが含まれます。ユーロフレックス落下保護マットは、最高3メートルからの落下に対する最高レベルの安全と保護を提供します。広範囲にわたる遊び場付属品がユーロフレックス製品ラインアップを効果的に補います。うまし育用コンフォーテックスフロアシステムは、弾性と透水性、耐衝撃性を有し、厩舎通路、乗馬施設の入り口、牧場の出入り口、つなぎ場や洗い場、屋外乗馬場やパドック用の床材として実績があります。私たちは今ちょうどパドックにいます。コンフォーテックスプレートが敷かれている私たちのパドックです。これを10年以上前から使用していますが、非常に満足しています。私たちはプレートをすでに一度他の場所に、つまりここに移す必要がありましたが、全く問題ありませんでした。これは取り付けが簡単で、切断も簡単。10年以上私たちのところで使用され、非常に良いものであることが実証されています。私たちはこのプレートに大変満足しており、馬も明らかにそうです。クライテック建物保護マットは、陸屋根や屋上緑化のシステム構築物にとって理想的な保護層です。ライプチヒのゲバントハウスの陸屋根においては、建物保護マットクライテックトップが砂利の下に敷かれました。弾性フロアプレートクライテックステップは、通路保護プレートとして、またバルコニーやテラス、ロジアの足音遮音材としても非常に適しています。フロアプレートクライテックステップは、例えばライプチヒのエルスターフォーラムのバルコニー上やミュンヘンの住宅に敷かれました。ダムテックソニックは、屋上テラスやバルコニー、ロジア上の足音遮音のための DIN18195-10 規格に準拠する特殊建物保護マットです。クライテック滑り止めマットは、道路や鉄道、海上、航空貨物輸送時の積み荷固定のために特別に開発され、 VDI に基づいてテストされています。スポルテック床材は、例えばここイタリア・パドワのエクストリーム FTS フィットネスセンターの中のように、スポーツセンターの屋内に使われる非常に丈夫なものです。最高の要求に応える汎用床材として、展示場や見本市ホール、店舗の中でも使用されます。屋外では、例えばスポルテックユニアウトドアサンドイッチが、丈夫で水に強い床材として実証されました。ここオーストリアのアルトミュンスターテニスクラブはその一例です。スポルテック弾性層は、屋内や屋外の床材の下に使用されます。例えばこの人工芝フィールドの下です。ここでは弾性層が関節を保護する特性を発揮します。徹底した研究、優れた技術と妥協のない品質により、クライブルクリラステックは世界中で理想的なパートナーになっています。